おい、なんか町の下の方が騒がしくねえか。他の町のように争いが起きているのかもしれない。見に行こうよ。皆さんやめてください。どうして毎日こんな風に喧嘩しなくちゃいけないんですか。怪我人ばかり出していい加減になさい。どきな先生。よせ。あなたその腕大丈夫ですか先生。ええ、私は大丈夫だけど。の、お前まさかガジュマの味方をするわけじゃないだろうな。どっちの味方でもない。俺は種族間の馬鹿げた争いを止めたいだけだ。なんだと、この裏切り者。お前は引っ込んでろ。いいから、ガジュマどもをこの町から追い出しちまおうぜ。だ、やっちまえ。大変だ、軍だ、軍が来たぞ。軍？軍が何しに来たんだ。ここにもカレギア軍が。ガジュマとヒューマの騒乱を聞きつけてきたんだな。とりあえずしばらくは静かになりそうね。ここで立ち話もなんだし宿屋へ行きましょう。お茶ぐらいご馳走するわ。それにしても世の中めちゃくちゃね。毎日あんな感じで小競り合いばかり。患者は次から次へと増えるし、治ったと思ったらまた喧嘩して怪我をするし、全く嫌になるわ。どこも似たような状況です。ところでクレアさんはどこ。そちらのガジュマの女性は。キュリア先生、お久しぶりです。クレアです。あ、クレアさん。この体では初めましてですけど。この体では。ちょっとどういうことなの。実はクレアさんと女王陛下の心が入れ替わっただなんて本当なの。じゃあノルゼンで会ったのは陛下だったってことになるわけ。私お手伝いさせちゃったわよ。もう信じらんない。キュリア先生、我々は少し休みを取ってきます。ごゆっくり。待ってベイグ、あなた手に怪我してるでしょ。いや、これは。いいから私の部屋に来なさい。見てあげるから。手を見せてくれる。手袋の下凍り始めてるわね。ポルスのせいよね。原因は想像つくけど、そのことみんなには相談したの。何を。何をじゃないわよ。自分の手が凍るなんて放っておけば大変なことになるわよ。だったら、だったらクレアを元に戻す方法を教えてくれ。陛下のフォルスで元に戻す以外に方法はないんじゃないかしら。それができればとっくにやっている。今の俺にはアガーテがどこにいるのかさえわからないんだ。あのベイグさん、昨日港で揉め事があって、その時クレアさんが止めてくれました。まだ町にいるかもしれません。ちょっとベイグ。どうしたのベイグ。ミシャが昨日この町でクレアに会ったらしい。つまりアガーテってことか。まだこの町にいるかもしれない。アガーテが見つかればクレア、お前も元に戻れる。昨日ここでの揉め事を止めたヒューマの娘に覚えはないか。ヒューマが外に出ていいのかよ。聞いているのは俺だ。そんな奴がいたな。その娘はどこへ行った。
その後街で見かけなかったか。ヒューマの娘なんてどこにだっているし、見分けなんてつかねえよ。とっても綺麗な人なんだよ。一目見たらきっと忘れないと思うんだけどな。綺麗なヒューマだ。ガジュマのべっぴんさんなら忘れねえんだがな、そっちのお嬢さんみたいに。アガーデ、どこへ行ったんだ。おい、ヒューマは外出禁止だ。人を探しているんだ、どいてくれ。ダメなものはダメだ。お願いします、とても大切な人なんです。おや、あんたアガーテ様に似てるような気がするな。おい、みんな来てくれ。なあ、この娘、アガーテ様に似てると思わないか。確かによく似てる。ああ、アガーテ様だ。私はアガーテ様じゃありません。わかってるよ。アガーテ様がお前たちなんかとこんなところにいるはずがないだろ。それにしてもそっくりだよな。案外本物だったりしてな。違う、アガーテじゃない、アガーテじゃない、クレアだ。アガーテ様だよ。ああ、アガーテ様だ。アガーテ様、万歳。アガーテと呼ぶな。なんだと。これはクレアだ、クレアだ、クレアだ。なんだこいつ。ベイグ！まさかあれは。みんな、ベイグを追うんだ。先生、ベイグを。海岸の方へ走っていったわ。危険な状態よ、早く行ってあげて。ベイグ！ベイグのフォルスが暴走してる。離して。凍りたいの？ベイグ、落ち着いて。ダメだ、聞こえてない。早く暴走を止めないと。クレア、ここは私たちに任せて。あんたは下がってて。みんな、ベイグを助けるぞ。ベイグ！強さ、三つ星半だぜ。ベイグ！クレア、必ず元に。体を、俺が。そんな。ベイグ、やっぱり今のままの私じゃダメなの？ダメなのよね、苦しめてごめんね。今までありがとう。さよなら。ザビー、俺は一体。あ、気がついたんですね、ベイグさん。体は大丈夫ですか？俺は一体。ベイグさんは、ベイグさんのフォルスは暴走を。みんなは
まだ眠ってます。その激しい戦いでしたから。クレアは？え、ヴェーグさんに付きっきりで看病していたはずですけど、どうしたんですか？クレアを探してくる。どこに行ったんだクレア。ヴェーグさん。ミシャ、クレアを。アガーテの姿をしたクレアを見なかったか？見ました。でもなんだか様子が変で、呼んだのに返事もなかったし、気になったからヴェーグさんに伝えようと思って。それでクレアはどこへ？北へ向かってたみたいですけど。北へ？ミルハウスと、なぜここに？そろそろ来る頃だと思っていた。どけ、俺はクレアを。彼女なら私のところにいる。何？お前のところに？返せ、クレアを返せ。返せだと？彼女は自らの意志で私の元へ来たのだ。苦しみから逃れるためではなく、お前をこれ以上苦しめないために。今のお前の隣に彼女の居場所はあるのか？それでも連れ戻すというのなら、お前の覚悟を私に見せてみろ。覚悟？抜け。ベルサスでお前は誰を救ったのだ？あの時のお前の目に迷いはなかった。俺はクレア。クレア。ここはミナール。どうして？私はアガーテです。陛下がお前を助けてくださったんだ。俺と一緒に来てくれ。どこへ？ミルハウスとのところだ。クレアがいる。あんたのフォルスがあれば。私はもうフォルスを使うことができないのです。どうして？わからない。何度も試してみました。でもどうやってもフォルスは、彼女のところへ行っても入れ替わることもできない。私には何も。ごめんなさい。そんな。それでも構わない。あんたと引き換えならミルハウスとはクレアを返してくれるはずだ。なぜクレアはあなたの元を去ったのですか？何？私が行けばあなたのところに戻ってくるのですか？クレア。クレアがこんなことになったのはあんたのせいじゃないか。どんな姿をしていても俺は構わない。俺がクレアを守ってやらなきゃ。お前は何も分かっちゃいねえ。面貸せよ。どけ、俺はアガーテと。面貸せって言ってんだ。海岸で待ってるぜ。ベイグ。来たか。お前を見てるとな、ムカムカするんだよ。一人で世界中の不幸を背負ったような顔してんじゃねえ。お前に俺の何がわかる？わかんねえ！わかんねえよ！お
前みたいに黙ってたら何にも分かりこねえだろうが。何を言えと言うんだ。かっこつけてんじゃねえ。苦しいんなら苦しいって言えよ。辛いなら辛いって言えよ。お前のその態度がクレアを追い詰めたんじゃねえのかよ。そうだろう。俺はリプンとおしゃべりじゃねえか。お前の拳はよ。ベイル、キトレイ。キトレイさん、どうしてこんなこと。むっつりのベイグちゃんと語るには拳っきゃねえだろ。って誰がむっつりだ。だったら話せよ、お前の気持ちをよ。拳で言えるんなら口でも言えるだろう。この痛みの分な。わからないんだ。俺はどうすればいいんだ。ミルハウスとは俺に言った。ベルサスで俺が救ったのは誰だったのかと。あの時俺にはアガーテがクレアに見えた。どんな姿をしていようと、心がクレアならそれがクレアだと。あの時俺はそう思った。でもクレアがクレアらしく振る舞えば振る舞うほどアガーテの姿であることが気になるんだ。まっすぐにあいつを見られないんだ。それがあいつをクレアを傷つけていると分かっていたのに、俺はやっと本音が出たな。そんなに頑張るなよ。お前が苦しんでるのは分かってた。でも人前で弱音を吐くようなお前じゃねえしな。だけどよ、暴走するまで一人で頑張ることはねえだろうよ。ティトレイ、俺たちにもちった格好つけさせてくれよ。一緒に悩ませてくれよ。仲間だろ。俺は頼みがある。スールズに行かせてほしい。じゃあ行こっか。本当にいいのか。行きたいって言ったのはベイグさんですよ。話したいことがあるんでしょ、家族に。ああ、ベイグ、陛下のことだな。分かっている。陛下、アガーテ様も我々と一緒に行きませんか。良いのですか。質問に質問で返すのは感心しませんな。はい、よっしゃ出発だ。これから私は君を連れてバルカに向かう。味方ばかりとは言えないが、カレギア城にいれば安全だ。くれぐれも君と陛下が入れ替わっているということは内密に願いたい。あくまでも君はカレギア女王アガーテ陛下だ。そのように振る舞うよ。わかりました。では参りましょう、陛下。待って、私とクレアのことをご両親は知っているのですか。今から私はクレアになります。あなたには酷かもしれないけれど、あの人たちを悲しませたくはないでしょ。アガーテ、今はまだ本当のことを伝えるべきではないと思うから、あなたもそのように振る舞ってください。
お願いします。ああ、行こう。クレア。ただいま、お父さん、お母さん。おお、クレア、ベイグ。ただいま、おじさん、おばさん。お帰りなさい。そうか、世界中を旅して多くの人に会っていろいろなものを見てきたんだな。辛い思いもしたみたいだけど、とてもいい経験をしたわね。それで旅はもう終わったの？まだなんだろう。大きな何かが残っている。そしてそれはお前自身の問題でもある。それを私たちに相談したくて帰ってきたんだろ。おじさん、どうして？ベイグ、親っていうのはね、子供のただいまを聞けばその子が今どんな気持ちなのかわかるものなのよ。おばさん、話してごらん。旅に出る前は考えたこともなかった。人はみんな人でしかない。ヒューマとガジマ、姿は違うけど、そんなものは大したことじゃない、そう思っていた。うん。だけど、わからなくなった。種族の違いや姿の違いがどうしても気になるんだ。おじさん、姿って大切なものなんですか？そうだね。人を見分ける上で姿というものはとても大切なものだろう。でも考えてごらん。お前は姿だけで人を好きになったり嫌いになったりするのかい？私とラキアは真っ暗な洞窟の中で出会った。お互いの顔も見えなかった。それでも私は彼女のことを好きになったんだよ。私が好きになったのは彼女の心だったんだ。ヒューマとガジマは姿も違う。だけど少し前までみんなそんなことを考えずに暮らしていた。でも違いを意識した時からギクシャクするようになった。それは種族という姿だけでお互いを見るようになってしまったからじゃないのかな。そんな時は目を閉じればいいんだ。そうして感じるものをお前は大事にすればいい。目を閉じて。この村もまだギクシャクしてる。ポプラおばさんもあの一件以来ずっと塞ぎ込んでるわ。みんなこのままじゃいけない、前のように戻れたらと思ってる。でもきっかけをつかめずにいるの。よかったら村の人たちと話してごらん。お前にも村の人たちにとっても何かのきっかけになるかもしれないよ。行ってきます。ポプラバさん、俺だよ。いるんだろう。返事をしたくなければそれでもいいから、俺の話を聞いてくれないか。ベイグちゃん。ああ、集会所でのこと今はとっても後悔してるの。ベイグちゃんにも迷惑かけちゃってごめんなさいね。あれからずっと考えてるの、ユーマに対して思ったこと。あれが私の本心じゃないかって。違うって思いたいけどわからないの。俺もおばさんと同じだよ。旅をしてヒューマとかガジマとかそういうことをあれこれ考えた。でもわからなかった。どうにもならなくなって俺はクレアを傷つけて、それで村に帰ってきたんだ。昔の自分を思い出そうと思って、おじさんやおばさんやみんなと話したいと思って。ベイグちゃん、うまく言えないけど、前はヒューマもガジマもなかった。ポプラおばさんはポプラおばさんで、俺はただ俺だった。
ペイグちゃん、私みんなおばさんの作ったパイを美味しいと言って食べていた。おばさん、早く元気を出してくれよ。おお、ペグ、ラキアさんに教わって噂のピーチパイを焼いてみたんだ。どうだ、マオ。美味しいけど、ポプラおばさんのとはなんか違うな。レシピ通りに作ったんだぜ。一体何が違うってんだ。誰？おばさん。ピーチパイ食べる？ベイグちゃんのために焼いてきたんだけど。ベイグちゃん？食べる？ああ、もちろんだよ。心配かけてごめんなさい、ベイグちゃん。やっぱり私が元気出さなきゃこの村はダメだものね。おばさん、さあ、たんと召し上がれ。いただきます。皆さんがパイを、ピーチパイを食べることがあったら、一度だけ目を閉じて考えてください。あなたが美味しいと感じる心に種族はありますか？どう、みんな。美味しい。うめえ。星5つじゃ足りないぜ。あ、涙出てきた。教えてくれ、おばさん。どうやったらこの味が出せるんだ？それは秘密。おばさんのいけず。おや、誰か来たのかな。俺が見てくる。よう、ベイグ、帰ってたのか。何かうちに用事か。いや、別に。なあ、この香り。ああ、ポプラおばさんのピーチパイの香りだ。やっぱりな。食べていったらどうだ。え、ああ、いや、俺はいいや。ほら、なんとなくな。どうでした？ああ、近所のやつだった。食べていったらどうだと誘ったんだが。これまでのことがあるから素直に入ってこられなかったのよ。これがこの村の状況というわけか。だったら以前のようにみんなでパイを食べたらどうかしら。そうね、そうよね。よし、おばさんピーチパイ焼いちゃう。みんなのために。いろいろと騒がせちゃったお詫びもしたいし、集会所へ行くわよ。みんなも手伝ってくれる？ああ、おばさんの秘伝盗ませてもらうぜ。ベイグちゃん、クレアちゃん、二人で村の人たちを呼んできて。あ、はい。みんなを呼びに行こう。皆さん、来てくれたんですね。どうぞ、中へ入ってください。さあ。みんな、もう焼けてるわよ。おいしいピーチパイ、たーんと召し上がれ。わかったよ、クレア。アガーテ。こういうことなのですね、クレアの言っていた言葉。心に種族はないって。
ああ、やっと分かったような気がする。理屈じゃなく、この心で。そう、ありがとう。ん？人々がこんな風に暮らしていること、私は知らなかった。以前はもっと明るくて楽しい村だった。それを奪ったのは私。俺には国のことや国王の立場のことはよくわからない。でも覚えておいてほしい。俺たちはこんな小さなことで喜んだり笑ったりするんだ。ええ、忘れない。俺は思う。世界中がこの村のようになればいい。そのために俺は、俺にできる限りのことをしたい。私も同じ気持ちです。そんな国になれば、私のような過ちを犯す人はきっといなくなります。俺が言うのもなんだが、今のあんたなら国を任せられる気がする。ありがとう。妙だな、クレアとはこんな風に話をしたことなんてなかった。だがあんたとはこれで二度目だ。ベルサスで話をした時、あなたは気がついていたのですか？いや、何か変だと思ってはいたが。あんたはまだヒューマの体が欲しいのか？いいえ、でも、もう元には。人にとって大切なのは心だと思う。でも戻ることができるなら、それに越したことはない。諦めないでほしい、クレアと。あんたのために。皆さん、心配をおかけしました。姫様、よくぞご無事で。長旅の疲れもございましょう。しばらくはご養生なさいませ。しかし、この状況下で休むわけにはなりません。今無理をなされて姫様のお体に万が一のことがあれば、本当に国が傾いてしまいます。さあ、お部屋へ参りましょう。あの、私。姫様、さあ早く。ベイグちゃん、ありがとう。おばさん、元気が出てきたわ。あなたのおかげよ。俺の方こそ、おばさんのピーチパイで救われたんだ。ありがとう。また焼いてあげるからね。楽しみにしててちょうだい。それじゃ、私は帰るわね。ベイグちゃん、皆さん、本当にありがとう。ベイグ、もう大丈夫だな。ああ、みんな心配をかけてすまなかった。いや、心配してくれてありがとう。とてもいい顔をしてるわ、ベイグ。帰ってきた時とは別人みたい。おばさん、壁を乗り越えたんだな。おじさん、そろそろそれもやめないか。え、前にも言ったじゃないか、お前は私たちの息子なんだ。亡くなったご両親がお前にどれほど大きな愛を注いだかは私たちにはわからない。でも私たちの気持ちはそれに負けていないつもりだよ。ありがとう、父さん、母さん。ベイグ、いつか本当のことを話してね。クレアのこと、私たちなら大丈夫だから。どなたか知りませんが、我々のためにありがとう。ま、私は。いいえ、わかります。クレアは俺が必ず無事に連れて帰ります。待ってるよ、ベイグ。行ってきます、父さん、母
さん。聖獣よ、教えてくれ。一体何が起こっているんだ。人の心より生まれし負の力が悪しき力となって世界を滅ぼさんとしておる。ラジルダはその負の感情が他の町以上に高まりすぎ、あのような災いを呼んだのだ。このまま放っておけば他の町も負の感情が招く災いによって滅ぼされるであろう。そんな、僕たちいろんな町へ行ってみんなの争いを止めたのに。目に見える戦いを止めても、心に憎しみの火種がくすぶり続ける限り争いが消えたことにはならない。我らの王が懸念していたのはこのような事態だったのだ。聖獣王の判断が間違っていなかったのかもしれない。それって人を滅ぼすってこと？そうだ。そんなのって聖獣の皆さんの力でなんとかならないんですか？人の心そのものを私たちが左右するのは許されることではありません。もう俺たちには何もできないのか。このまま滅ぶしかないのか。世界を救う方法はある。残されたただ一つの方法、それは聖獣王の復活だ。聖獣王、ゲオルギアスの復活。そうだ。この世界を司る聖獣王の力をもってすれば、この災いに立ち向かうことができるである。だが聖獣王はヒューマ殲滅の考えを変えておらぬかもしれぬ。いや、この争いの状況からすると、人そのものを滅ぼさんとするやも。ゲオルギアスを説得できるかどうかというところか。そうだ。お主ら人にとってこれは最後の賭けだ。聖獣王をよみがえらせるべきか否か、もはや我々には判断できん。その答えはお主らに委ねたい。どうする？ゲオルギアス復活にかける。まだ小さくて弱いが、ようやく光が見え始めたんだ。人の心という光が、それをゲオルギアスに伝えたい。以前お主らが倒した聖獣王は不完全だったんだ。次に戦うことになれば命の覚悟が必要であろう。説得すれば戦わなくても済むんだろう。ヒューマにガジマ、その両方を合わせ持つ者、心が入れ替わった女王と聖獣に作られた命。俺たちは種族も生まれも違う。だが俺たちは手を取り合い、ここまで来ることができた。俺たちならできる。種族の共存を示すのに俺たち以上の存在はない。よかろう。ならば獣王さんへ向かうのだ。獣王さん。バルカの北にある聖なる山です。そこに王家の者だけが知る聖女があるのです。そこに聖獣王の古きムクロが眠っておる。まさかそんなところに。お主らが
聖獣を味方につけられるよう祈っておる。すべては破滅の予兆にあらず、おごれる死を滅ぼし、新たな世界へ生まれ変わらんとする大地を発する歓喜の叫びなのだ。迷うな、枯れ際のために聖獣に操られた者どもを獣王さんに近づけるな。何が起こっているんですか？ラジル団が壊滅した。分かっているのはそれだけだ。君は何も心配することはない。女王としてここにいればいい。ミルハウストさんは？出動命令が出た。私はこれから獣王さんへ向かわなくてはならない。獣王さんにある王家ゆかりの聖女にベイグたちが向かっているらしい。私は彼らを止めなくてはならない。場合によっては。ベイグたちはこの国を救うために戦ってます。あなたと戦う理由なんて。この国を守るのは我々だ。得体の知れぬ者がその秩序を乱すとなればなおさら。でも将軍、出発の準備が整いました。すぐに行く。それでは陛下、行ってまいります。ベイク、私にも何かできることはないの？